エビスが微造船所跡は、山口県萩市にある、長州藩が、洋式帆船を建造した、造船所跡。史跡に指定されている。世界遺産、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の構成資産の一つである。エビスが微造船所跡、エビスが微造船所跡の一位は、浦波戸萩市椿東中小畑にある、長州藩が設けた。 造船所の遺跡である。ロシアの造船技術による日の江達丸とオランダの造船技術による甲新丸が建造されており、同じ造船所内に異なる外国の造船技術が共存する唯一の造船所であり、数少ない西洋式造船所の遺構であって、近代技術の導入期を知る貴重な遺産である点が評価され、2013年に国の史跡に指定された。2007年、 経済産業省により近代化産業遺産に認定されている。さらに2009年には、萩反射炉などとともに、九州、山口の近代化産業遺産群の構成資産として、ユネスコの世界遺産暫定リストへ掲載され、2015年に、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業として、正式登録された。 石像防波堤が現存するが、これは当時の資料に見える、今、裏波戸であると見られている。1853年、アメリカ合衆国やイギリス、ロシア帝国などの西欧諸国の軍船の相次ぐ、日本近海への出現により、江戸幕府や諸藩の脅威となると、幕府は安政の改革の一環として、藩に対して大型軍艦の建造を禁止した。 大船建造禁止令を撤回した。裏賀警備に当たっていた長州藩に対しても大船の建造を要請された。財政上の理由から長州藩は消極姿勢を示したが、桂小五郎が軍艦建造の意見を藩に提出したことなどから、翌1854年には藩主、毛利高近が洋式軍艦を建造することを決定。 日本で初の本格的な様式帆船であるくん、沢方軍艦を建造していた伊豆国戸田村に船大工東寮の尾崎小右衛門を派遣した。尾崎は戸田村でスクーナ船建造に当たった高崎伝蔵らを創成して藩に戻り、翌1856年、尾端浦の恵比寿が花に軍艦製造所を開設した。同年12月、 萩藩最初の洋式軍艦である日の江達丸が1860年には長崎の海軍練習所でオランダのコットル船建造技術を学んだ藤井勝之進によって2隻目の甲新丸が作られた日の江達丸建造の際に用いられた鉄は大分山だったら製鉄遺跡で伝統的な製鉄法であるたたら製鉄によって作られており洋式技術と 日本伝統の技術が組み合わせられた、けうな例である。しかし、その後蒸気船が主流となると、長州藩は外国製蒸気船を購入する方針に変更し、感染建造は行われなくなり、閉鎖されたものと考えられている。山口県萩市椿東5159-14。ありがとうございます。